ということで、おはようございます。おはようございます。おはようございます。皆さん、YouTube のライブストリーム見ていただいてる人とかが、多分、実は結構いるってことが分かってきたので、そのまま配信したいと思います。で、今回、ゴールデンウィークの特別企画ということで、もう朝、2日間だけですから、朝9時から5時まで、僕はずっとぶっ通しで全部やります。で、よろしくお願いします。それで、まず自己紹介ですけど、私、鹿野豊って言います。今、群馬大学の大学院理工学部というところにいて、アメリカのカリフォルニア州にあるチャップマン大学というところにある量子科学研究所というところの準メンバーでもあります。で、基本的には何をやってる人ですかって言われると、物理の先生をやってる人で、その中でも大きく分けて実験と理論っていう2つがあるんですけど、そのうちの理論物理学者というのをやっています。で、今回、この企画始めてみたんですけども、いかんせんどういうふうになるかわからないという、この変な状況の中で、とりあえずやってみようっていう精神でやってみたいと思ってます。ということで、よろしくお願いします。それで、今回のセミナーのお約束事が少しだけあります。で、少しだけですけど、少しだけ最初に注意をさせてください。まず第一に楽しみましょうという、これがもう大前提で、普段我々がどういうふうに話をしているのかとか、あんまりこう先生とか言われる立場になったんですけども、普段はさん付けでいっぱい呼び合ってると思うので、そういうふうに進めたいと思います。で、2つ目ですけど、質問とかコメントとか、ブレイクアウトルーム内とか、いろいろやりますけども、その中で誹謗中傷と嫌がらせだけは、イベントの、進行に捧げだけがある場合においてのみ、いろいろ対応することがあるんで、ぜひ気をつけてください。で、あと運営人数が最小人数って言ってますけども、最小人数も本当に最小人数で1人でやってるので一 時がないとこがあるんですけども、ご了承ください。それで、今右上に QR コードが出ていて、もう知ってる人もいっぱいいるかもしれませんけど、スライズという機能を使って、オンラインツールを使って質問を受け付けたいと思ってます。で、スライドットドゥというふうなウェブサイトに行っていただいて、シャープって読むか、ハッシュタグって読むのかは、もう年代がバレますけども、469082というふうに押していただくと、質問、匿名で質問できるようになってますんで、よろしくお願いします。で、その他トラブル等あったら、下に書いてあるウェブサイト、ホームページにも記載してますんで、それをちらを見てください。ということで、1時間目、9時からですけど、ちょっともう5分過ぎてますが、ウェルビーイング・フォー・プラネット・アース財団理事ので、IT 企業の AI 担当をやってる北川拓也さんに来てもらって、で、授業をしてもらいます。で、北川さんが、なぜか対談形式がいいというふうに一番最初に言ってくれたので、今日は、しかもメンバーを見せたら、なぜかなり、僕は、僕は北川君のことをよく知ってるんですけども、なぜかこう都立大学の成川さんという一緒に喋りたいと というふう成に川さんのリクエストがあったので、東京都立大学の成川さんに来てもらいました。ということよろで、しくお願いします。よろしくお願いします。ということで、お話ししましょう。で、まず、北川君、自己紹介お願いします。北川と申します。僕はですね、今、IT、大手の IT 企業のですね、AI、の、責任者として、仕事をしているんですけれども、もともとは、理論物理学者として、鹿野さんの同僚としてですね、いまして、僕は、しばらくずっとハーバードにいたんですけども、鹿野さんが MIT にかな、かなんかに、来た時に、知り合って、面白い人だなと。もう見た目からしても面白いんですけど、鹿さんは。まあ、そうね。はい。めちゃめちゃ、いい人で、昔から、いろんなところで紹介してくれて、なんかこう、鹿野さん、我々理論物理学者って、いろんな仕事の仕方するんですけど、僕とかも完全に海外組で、もうずっと、ハーバードとか、海外にいて、ずっと、そのキャリアを積む人、結構こういう人割と多くてですね、世界的に有名な先生とか、研究者の中で、わかんない、10名か20名ぐらいかな、僕らの世代も数名、すごい有名な方がいらっしゃってですね、すごい活躍していらっしゃると。で、もう一つの派がある意味、その日本でこう育って、
で、日本でやられてる方っていうので、割と、で、結構このコミュニティ、海外コミュニティはめっちゃ狭いんで、全員が全員ほぼ知っているような感じなんですけども、あんまりこう日本のコミュニティとしっかりつながってないことが多くて、で、鹿野さんは両方とつながってるんで、よくご紹介いただいて、当然日本にも、すさまじく優秀な、素晴らしい研究者がたくさんいらっしゃってですね、でもやっぱりその、マーケティング的な観点では、なんていうかな、海外の人の方がやっぱうまいね。だから日本の人ってそんなに世界的に知られてない人も多いんですけど、仕事を見ると、まあ、凄まじく面白くて、で、一緒にこう仕事したいなと思える人って山のようにいるんで、そういう人をなんか鹿野さんに紹介していただいたりして、なんか、やっぱ、日本の方はすごい才能あるのに、やっぱそのマーケティングっていうか、そのね、その環境においてちょっと、やっぱりこう、不利があるんだなというのをちょっと感じながら、こう、いろいろやらせていただいたみたいな、そういう経緯です。はい。よろしくお願いします。お願いします。成川さんお願いします。自己紹介。はい。東京都立大の成川です。よろしくお願いします。この4月から都立大に移ったんですけど、もともとはその前は7年間静岡大学で、教員をやってました。これいつもネタにしてるんですけど、この7年間ずっと自宅のある、川崎から新幹線通勤して。片道2時間20分ぐらいかけて、毎日通ってました。まあ、家族が、東京近郊を拠点にしているので、それとのバランスでそういう生活をしてきたという感じです。で、研究としてはですね、この背景にもちょっと載ってて、あまり見えないですけど、僕はバイオ系ですね、生物系で、特に光合成する生き物を対象として、彼ら、要は光を食ってるようなもんなんですけど、その生き物によって光の好みが異なるんですね。なので、彼らがどんな光を好んでるのかとか、あるいは嫌ってるのかとか、そういったことを分子レベルで、解明するような研究をしています。なんか今回ご指名いただいて、むしろ結構北川さんと遠いところにいる人間なので、そこでなんか面白い、対話ができるといいなというふうに考えています。よろしくお願いします。めちゃめちゃ面白いですね。確かに遠いんですけども、理論物理の中で僕特に光周りをかなりやってたんで、量子の光ですね。なんで、実は光合成の裏に本当に量子力学的な振る舞いが重要なかどうかみたいなのは、実はちょっと勉強したことがあってですね。はい、そういうのもあって、実は、はい、光と生物の関係性ってのはめちゃくちゃ僕は興味のあるところなんですよね。あ、そうなんですね。それは良かったです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう早速光と生物の関係性みたいな話が出てきましたけど、なんかそういう観点で見ると、なんかそのなんでその僕は北川君さっき紹介もらったようにボストンで会ったんですけど、なんかもう最初からなんかスケールが違うなというか、なんかいろんなことに何かこういろんなところにこう首が突っ込まれてるというか。なんかすごい興味の幅が広いなとずっと思っていて、ありがとうございます。で、鹿野さんもね、鹿野さんの研究もそういう感じじゃないですか。まあそうだけどね。まあ人が北川君に言わせると人のやらないニッチなとこをや探し当てるのと。でも最近鹿野さんちょっと王道を歩き始めてないですか。嘘。うん、そうか。割と、はい、鹿野さんの研究がちょっと中央に寄りつつあるなと思って。嬉しいような悲しいようなのね。最近出した論文いくつかちょっと紹介してくださいよ、鹿野さん。あ、そうですね、最近出した僕論文いくつかですけど、一番最近やってる僕の研究っていうのは乱数を発生させるっていう研究なんですね。それはなんで乱数を発生させるのが面白いかっていうとですね、なんか世の中にさっき確率量子力学っていう話が出てきたんですけど、僕はもともとずっと量子力学っていう対象が分からなくて、ずっとこう研究者になってきた経緯があって、それをなんか理解したいなと常々思ってるんですね。で、そうするとどうしても確率的な現象っていうものをきちんと理解しなきゃいけないというふうになって、で、物理っていうのはもともと自然の学問、自然科学の一部なので、なんか測定をして何かものを理解するっていうプロセスをちゃんと取りたいんですけど、一番確率っていうのは測定してもなんかよくわからない対象というか、なんか そういうふうに感じて、僕がなんかその乱数の研究をちょろっと始めてみたんですよね。で、今はなんか量子乱数生成という、量子力学の現象を使った乱数生成の研究をしてて、
で、それとなぜか、今その中央に寄り始めてるって多分言われたのはそれかな。多分量子コンピューターって言われてるものとの関連っていうのをずっと調べようと思って、まあ、最近は研究してました。あれ、その乱数生成がより効率的にできるんでしたっけ？より効率的にとか、よりセキュアにできるっていう印象の方が強いかな。まあ、あの生成効率がどうこうっていうのはまた別の視点で、どちらかというと、あの今あの我々が普通普段使ってるコンピューターで使ってる乱数っていうのは、何かしらの意味をあの含めれば測定して何かの物理量を測定すれば、必ずその乱数と思ってるビット値っていうのを当てることができるんですね。でそういうのを疑似乱数って呼んでたりするんですけど、そういう疑似乱数でない真の乱数をとはどういうことかなっていうのをずっと考え始めてきてるっていうのが今の僕の研究です。なんで僕の研究の話になってん？いやいやいや、面白いじゃないですか。そう。それでなんか、しかも中央に寄り始めてるっていうのはなんかこう、なんかこう研究者にとってはなんか嬉しいような悔しいようなっていう感じがある。まあそうだね。まあダイヤモンドセンターとかまだやってますよね、だってね。ああ、そうね。はい。そういう、確かに、それは中央だね。確かに、あの、もう一つやってる研究はですね、あの、それこそ計測っていう観点で見て、今はモデル生物である、あの、線虫っていう生物がいるんですけど、その線虫っていうものに、あの、ダイヤモンド微粒子っていう、まあ、ナノメーターぐらいのサイズ、まあ、原子でいうと、まあ、数百個、もう少しあるね。まあ、なんか数千個ぐらいのオーダー まあ、単純なるダイヤモンドの結晶を単にあの線虫っていう直径1センチぐらいの動物に注射して入れてあげて、その中から出てくる、まあ、体温を測ってあげるっていう研究を最近はしてました。あ、体温を測るんだね。普通のエネルギーセンターでその、スピン使ってメジャーメントしますとか、そういう話ではないんだ。いや、それよ、単純には。あ、でも温度をそれで測るんですか？物理的なことを言うと、その血管順位っていうのがちょうど周りの環境の、まあ、圧力にちょうど依存してるっていう関係があって、はい、でそうするとなんか周りの外界の温度が変わると、その圧力がちょっとだけ変わって、でそれによって順位っていう、まあ、エネルギー順位っていうのがちょっとだけ変わるっていうのを、まあ、精密に読み取るっていう、そういうテクニックで温度を読み取るっていう、そういう、はい、あの成川さんにもちょっと含めてご説明すると、そのそうです、ありがとう。その量子力学ってすごいなんか壊れやすいもんなんですよね、イメージ的には。なんで僕ら普段生きてると、その量子的な振る舞いを見ることってないんですよね。量子力学ってその大学生のみんな皆さんにも説明する、その何かっていうと、極めてそのちっちゃなそのものの振る舞いを描写する、力学で、僕らがその高校生の時に勉強する力学っていうのは、ある意味その大きなもの、まあ、人間とか物とかをがどういうふうに動くのかっていうのを、まあ、その基本的にはその予測できるものが、そのみんなでやった古典力学という力学で、量子力学っていうのは、これをめちゃめちゃちっちゃくしたらどう振る舞うかっていうのを見てみたら、全然実は大きなものとの振る舞いが違いましたっていうのが、まあもう20世紀最大のサプライズで。でそれがようやく理解されてきたのが、まあ、1910年くらいから、まあ、今にかけて、まあ、次第にこう理解し、かつそれが利用できるようになってきたと。で最近ようやくそれが利用できるようになってきて、100年経ってようやく。でその利用の方向性の一つとして、その量子的な振る舞いっていうのは壊れやすいっていうのを逆に利用すれば、壊れやすいっていうのはどういうことかというと、非常にセンシティブであるということなんで、それをうまくその扱えるような物質の中でやれば、例えばセンシングって言って、まあ、人の、その血流の流れだとか、まあ、脳波の動き方だとか、まあ、さっきあの鹿野さんが言ったすごいちっちゃな生物の中での温度 の違いだとかっていうのが、実は測れるんじゃないかって思われてるのが、これ量子センサーって言われる考え方で。でこれができると、まさにその世の中の MRI だとか、その医療的にそのいろんなそのセンシングをして体の状況を調べるみたいなことが、まあ、めちゃめちゃそのあのセンシティブにできるし、かつ、まあ、多分リアルタイムで、測れるしっていうことで、まあ、テクノロジー的な進化としてはものすごいなんか期待されていて、でそれの、まあ、あの最も多分今、その何だろう、
可能性があるんじゃないかと思われているのがこの NB センターって言われるそのダイヤモンドの中にナイトロジョンって言われる、まあ、いわゆるその不純物が混じっているものの中で、そのナイトロジョンの、まあ、いわゆるその、まあ、スピンと言われるそういう磁石みたいなものを使えばすごい計測ができるという技術がまあすごい発達していて、で、まあ、これは割とその何ていうかな、量子テクノロジーを使おうっていうその物理の流れの中の、まあ、ど真ん中にあるあの研究の一つになっているんだけどもあの、まあ、それをなぜかあの一番そのね、あのニッチな研究をしているはずの鹿野さんがど真ん中に今そういう確かにね確かにね、そうね、そういう流れですよね。確かにニッチな、そうニッチな研究をしてるはずなんだよね。そう、あのバイオって意味でも結構今温度ってホットな分野ですよね。そうですね。そうなんですか。うん、結構その細胞内でも、まあ、細胞って結構区画化されてるわけじゃないですか、ミトコンドリアとか、はい、でそのそれぞれの中で実は結構あの代謝がすごい動いてたりするんで、かなり温度上がってるんじゃないかっていうのは前から言われてたんですよね。面白い。でそういうのをしっかり調べようみたいな、それこそ今ちょっとリンク送りますけど、なんか温度生物学っていうその領域が立ち上がってたりとかするぐらいなんで、まあ、そういう意味ではその正確にその細胞の中の温度を計測するっていうのは今すごいあの生物学でニーズがある分野ですね。王道言ってますね。いやいや、あの温度生物学は王道かいっていうか、まあまあ確かにあのその体温というか体あの人間のホメオスタシスっていうのをきちんと理解しようっていう、まあ、流れは、まあ、非常に強いかなと思っていて、まあ、生物学の研究としても一番最初顕微鏡でずっと見て、その、まあ、あの形態学っていうのをずっとやってきて、その後に、まあ、遺伝子っていう、まあいうまあ、DNA が、まあ、きちんと発見されて、でそれによって遺伝生物、まあ、遺伝子によって、まあ、生命情報をいろいろひも解くみたいな流れがあって、で最近なんかそのサードパーティーみたいなものをなんかみんな求めてるんじゃないかなと思っていて、まあ、そのうちの一つのキャンディデートとして、まあ、温度っていうのをきちんと、まあ、見直しましょうみたいな、そういう流れがあるんじゃないかなって。めちゃめちゃ面白い。あの最近サウナが流行ってんすよ、ヨーロッパ。確かに。でサウナのサイエンスはどうなってるのかっていうのを僕は気になっていて、だから人ってもうなんか、ね、まさに成川さんがおっしゃったように、そのなんだろう、人の体温を上げ下げしたりとか、その深部体温をちょっと調整することが人の健康とかホルモンに与える影響みたいなのは多分すげえ体験的にしか人って理解してなくて、あんま科学的に説明されたことないじゃないですか、僕らって。だからまさにこの温度生物学じゃないですけど、いやサウナが整うって言ってるのはどういうことなのかと言いたいですよね。結構意外と多分大きなホルモンへのなんか影響力ってあるんだと思うんですよね、実際。なんかそういうことですよね。そういうことね。え、そういうのをなんかウェルビーイングなんちゃら財団っていうのでやってるの？そうですね、それやりたい、やりたいとこっすね。そう言われると確かにそういう研究もしたいところですね。うん、なんかその結局なんかその今北川くんがいるウェルビーイングなんちゃら財団ってちゃんとあの企画者なのにもかかわらずちゃんと名前が発音できないっていう、すいませんって感じなんですけど、そのなんかそう北川くんがなんかこうある時期からっていうか、ある時期って何年ぐらい前かもう忘れちゃったけど、なんかウェルビーイングっていうのをずっと言い始めてた時期があって、でそれはもう世の中的な流れよりずっと前だったなっていうふうにずっと個人的には思ってるのね。でなんかそれをなんかこうに出会ったきっかけとかなんかそういうのってどういう経緯で物理をやってた北川くんがドゥルドゥルドゥルって、まあ確かにあの AI 行ったり、そのまあもともとまあある程度僕はなんとなくこう知ってる部分もあるけど、なんかなんでそのウェルビーイングまで行けたのかっていうのが結構気になってる。ちょっとその話する前にちょっといいよ、まず成川さんの話いいよいいよ、そうね、ごめん。いや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 、成川さんのその研究の話っていうかと、あとなんかなんでその研究をすることになったのかってちょっとだけ話していただけたらみんな嬉しいんじゃないかな。ああ、そうですね。僕基本的に、まあ、あの高校の頃かなにやっぱり生物面白いなってなって、で特に
その高校の頃に読んだあの教科書的なとか授業で受けて面白いなと思うのが、その地球で最初に初期に生命が誕生したあたりにやっぱすごいロマンを感じて、もともとその哲学的には一時期その生命っていうのは自然発生するみたいに言われて、でそれがその、まあ、実験的にあの違うって証明されたじゃないですか、はい、でも最初に0から1生まれたことは明らかで、それって絶対初期に生命は自然発生したわけですよね、うん、なんかそこを解き明かすのってすごい楽しそうだなって当時思ったんですよ。でただ、まあ、実際大学入ってやっていくと、まあ、それって証明できないんですよね、そう簡単に。その、まあ、例えば生命が発生したってことをもしその実験室内で再現したとしても、それが本当に過去に同じことが起きたってことは証明できないですよね。確かに、まあ、そういうイベントは起こりうるっていうことは示したとしても、じゃあ科学的にそれが本当にその同じことが起きたかって誰も言えないわけで、うんうん、まあ、そういう意味ではその実証としては弱いよなっていうのはいろいろ考えて、で、まあ、そういう初期生命発生みたいなものをこうにフォーカスしていくっていうのはちょっと難しいなっていう中 で、ただ、まあ、生命全般面白い中で一番思ったのは、僕はあの多細胞生物はあんま興味なくて、うん、あの僕からすると複雑すぎるんですよね。細胞同士が連絡して、でそのインプットとアウトプットが結構遠い事象が多い気がするんですね、うん、まあ、人間の行動とかだって、まあ、あのかなりこういろんな細胞が連鎖して起きていくことなんで、なんかそこの、うん、なんかインプットを変えたらアウトプットが変わりますよっていうことを、まあ、遺伝学的にやったりするといろいろ言えるとは思うんですけど、なんか自分の頭の中で解釈がうまく飲み込めないなって思って、でもだから学部生ぐらいからもう原核生物にの分野でやっていきたいっていうのがちょっとあって、面白い。でそれで、まあ、たまたまその自分のいる学科でそのいる中でそのバクテリアとかやってたっていうのがシアノバクテリアの研究者の人だったっていうこと でそれ以来ずっと僕はそのシアノバクテリアをやってるんですけど、で、まあ、今はもう僕すごく光生物学って言って、まあ、光と生物の相互作用っていうことを前面に押し出して今研究してるんですけど、もともとは光にあんまりこだわってなくて、うん、まあ、その環境応答みたいなことをテーマにしてやってたんですね。でただそれを、まあ、学生時代にやってった時に光ってやっぱすごくやりやすいんですよね、うん、あのやっぱりその光って人間がツールとしてすごい扱いやすい、その時間空間分解能がすごい高いっていうこととか、うん、あの光の質と量っていうのを波長と光強度って形ですごく厳密に制御できるので、うん、そのまあ、生物のリスポンスをその定量的に扱うのに非常に優れた材料なんですよね、光が。ということで、まあ、光と生物で、その生物としてはやっぱり自分がずっとやってるシアノバクテリアは、まあ、さっき言ったように光合成してるから光を食ってるようなもんなんで、彼にとって光を感じるってすごい大事なんですよね、うん、まあ、なので、まあ、そことの相互作用を読み解くっていうのは、まあ、結構その大事なイシューかなと思ってやってます、まあ、ただ実は、まあ、こういうふうに言ってあれなんですけど、僕自身そのものすごく特定の事象にこだわって興味があるというよりは、よく言うんですけど、僕はあの壁打ちがしたいってよく言うんですね、うん、その要は自分の仮説が合ってるかをまあ、自然の方に投げかけて、うん、でそれでそのボールがちゃんと返ってきたら、まあ、自分の仮説正しいな。で逆に全然こうそれが返ってこなくて、あさっての方向に球が出てきちゃったら、まあ、自分の仮説間違ってたわけじゃないですか。でそしたらそれはそれでまた面白くて、じゃあ何が違ってたんだろうってことで自分の仮説リバイズして、でもう一回こう壁に投げてみて、あ返ってきた合ってるわみたいな、そういう、まあ、そのプロセスが結構僕は好きで、まあ、その科学をずっとやっていきたいなっていうふうになってるようなところがありますね。いや面白いですね。なんかその成川さんとかその研究テーマみたいなのを決めるときに、まあ、当然その自分自身がこうなんでだろうって思ったっていうところもあると思うんですけど、まあ、同時に、まあ、我々その研究者やってるとなんか必要に迫られるのが、当然その世界にとってもある程度ユニークな研究である必要があるだとか、まあ、世の中的にそれにインパクトがなければやっぱりそのなかなかそのファンドがつきにくいっていうか、うん、あったりありますね、まあ、難しさとかもあると思うんですけど、なんかその辺どういうふうに見極められてらっしゃいますか？結構手探りなところは多くて、で、まあ、あと
なんとなく僕が好きなのはここ掘れワンワンみたいな研究が好きで、一回こう掘るって当たりがありそうだったら、まああとはもっと深く掘れる人掘ってよみたいなところがあって、うん、まあ、その他の人がなかなか目をつけない見つけられなそうなところを探しておる、まあ、それこそあのスカナさんじゃないけどニッチなところを僕は探そうとしてて、まあ、あの他の人が見ない変わった生き物とかそこから掘るっていうので、まあ、ユニーク性を保とうかなとは思ってますね。でファンドって意味では、まあ、最近は結構その JST の方でお金もらうことも多いんですけど、まあ、その基礎と応用をつなぐようなところで今のところ結構お金を取れてきてるところがありますね。で、まあ、あの僕のいる分野だと結構流行りとしてそのオプトジェネティクスっていうその光で細胞を制御する学問とか、あとそのバイオイメージング、その蛍光プローブみたいなものに結構つながりやすい、ここの、あの脇に載ってるんですけど、これその両方ともイメージングにアプリケーションで持ってってる、あの右この一番下の図ですねは、あのそれを示してるんですけど、まあ、そういうところに持ってきやすいっていうので、あの出口を設定できるようにはなってますけど、まあ、これも正直あのストラテジーを持って最初からそうやってたわけじゃなくて、まあ、やっててたまたま、あこういうのに使えそうだねってなって今に至ってるっていうのは大きいですね。まあ、そういう意味ではラッキーだったんだと思うんですけど、まあ、後付け力って大事ですよね。なんか鹿野さんと、うん、なんか僕で取り組んでた昔の研究とかも凄まじい後付け力を多分鹿野さん俺に感じたと思うんだけどそんなとこ持っていくのかとそうそうそう、あるあるあるあの量子ウォークっていう超マニアックな領域だったはずなのに、いつの間にかもうど真ん中中のど真ん中に持ってきましたもんね。なんか今いるねもう完全にそういう分野、完全にいて、なんかしかも10年、実は10年前にそのスペインのバルセロ、あ、違う違う、バレンシアで、まあ、学会をやったんですよ。で、あのその量子ウォークっていうすごくニッチでマイナーな、んで、まあ、人数も、まあ、研究者人口も何人ぐらいいるのかな、多分当時、まあ、30人とか40人ぐらいの時に、うん、一緒に実は研究会を僕がまたこんな感じでやりたいって言って企画して、で最初は東京でやりたかったんだけども、あの震災です、震災の直後に、まあ、設定してた都合上、まあ、それでダメになっちゃって、それで、まあ、あのスペインのバレンシアで、まあ、開くことができたんだけども、その時に北川君に来てもらったんだよね、うん、なんか一緒にイベリコ豚を食ったことしか覚えない。食いましたね。なんか俺鹿野さんがなぜかスペイン語を喋れることに僕はびっくりしましたけどねこの人スペイン語喋れるんだと思ってそれよく話すけどスペイン語を喋れたわけじゃないぞ、あれは驚愕しました。僕はそのイベリコ豚の店に行ってイベリコ豚を出してくれっていうのを言えなかったの、スペイン語で伝えられなくて、なんかこう鹿野さんどうしようみたいな言ったら、鹿野さんがなんか何語かなんか分かんないの喋り始めて、なんか伝わっててもうイベリコ出てきたよと思って鹿野さんやべえと思ってそれで二人で一緒に試食したよね。しましたね。そうそうそう、高いイベリコをあの試食させていただきました。あの、まあ、でもなんかその時になんか成川さんに説明すると、その後どうやって後付けしたかというと、その量子ウォークって、まあ、すごいなんでマニアックかというと、まず量子力学って基本的にあの静的なものしか基本的に扱わないですよ。動的なものって複雑すぎて扱えないんであんまりやりませんと。で量子ウォークはその動的な、そのある意味オペレーションを ABAB っていうオペレーションをあの動的に行っていくっていう、まあ、システムを考えるんですけど、まあ、マニアックなんですよ。そもそも動的に扱ったって そういう実験ができる経営はすごい少ないし、人はすごい少ないし、で ABAB っていうその A と B の そのオペレーションもなんか何のためにやってるのかよく分かんないような何この ABAB みたいな感じなんですけど、それをまあ我々はなんか結局すげえ一般化して、でも A と B をくっつけて その、まあ、それ全体を C としてみようと。そうすると CCCC っていう静的なあのシステムと変わらないじゃないかと、うん、じゃあその動的なものをじゃあそのピリオディックにオペレートしている C、 ずっと C っていう形だとして捉えて、それを静的な、その静的なっていうかその、まあ、その平行状態にあるその物性のものとして見て表現したときに、
その物性のものとして、なんか新しい、まあ、超伝導物質だとか、そういうトポロジカル物質みたいな、そういう新しい現象として捉えたら、実は動的なものも平衡状態のものとして見て、分析ができるんじゃないか。かつ、言ってしまえば、その平衡状態で出てくる、すごい面白いその現象が、その動的に、動出できるんじゃないかっていう考え方、ストロスコーピックなシステムって言い方するんですけど、みたいな考え方に変えて、で、そこで実はすげえ面白いこと起こってますよみたいなことを、ね、見つけたみたいな、そういう、なんだ、後付け力。だからすげえニッチな分野を、ね、まさにその、成川さんが今やってみたいに、そのフォトジェネリックスみたいな、ね、世界観にもう、ぶわっと寄せて、で、そこで本当面白いこと言いますよみたいな、なんかすごい似てますよね、みたいな。そうですね。まあ、正直僕も本当、シアノバクテリアっていう、かなりマイナーな生き物群の、まあ、光状態をちまちまずっとやってきた人間だったんで、まあ、そこを結構ど真ん中の流行りのところにも、まあ、利用できるよみたいに持っていくっていうのは、そういう意味ではそういう、まあ、後付けなんですけど似てるなと思いますね。でもその今の成川さんのそのフォトジェネックスとその光とその原核生物みたいなところで一番その解くと面白い問いって何なんですか？どうなんですかね。まあ、多分面白い問いはきっとたくさんあるんだと思うんですけど、僕自身が結構その多様性とかに興味があるので、その今シアノバクテリアって一言で言ったんですけど、もうシアノバクテリアってものすごい種がいるんですね。結局あいつらが最初にその地球上でその酸素発生の光合成始めたんですよ。まあ、20億年以上前ぐらいから生き続けてるわけです今まで。で、まあ、その中でもう地球上のほぼあらゆるところに生息して、まあ、要は多様化して適応してるんですよ。面白い。っていうことはもうかなりのバリエーションになってる。でそこでやっぱりその光応答って意味でも、まあ、ものすごい多様化してるんだと思うんですね。でなんかそこの多様化っていうのをのなんか原理みたいのを僕は知りたいなと思ってて。面白い。で僕ら分子、今すごく分子にこだわってやってるんですけど、まあ、なんかやっぱ生態学的にその光応答っていうのがどういうふうに多様化してるのかとか、まあ、そういうところまで突き詰めていくような研究に発展していくと面白いなと思って、まあ難しいんですけど、まあ、そういうところまでアプローチできるといいのかなと思ってますね。もうど真ん中です。だから今 SDGs とか、なんか二酸化炭素問題っていうのがすごい出てきてて、まさにその多様性を調べていくことによって、そのニッチなこのシアノバクテリアを使えばなんかこんな環境下でもめっちゃ酸素発生、はい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 、みたいな、そういう可能性もあるってことですよね。そうですね、そうですね。なんか どんな今そのシアノバクテリアの多様性の分類ってどんな風にされてるんですか？いや、それが結構カオスで、すごくバクテリアの業界からだいぶこう不評を買ってるんですけど、シアノバクテリア分類が結構めちゃくちゃなんですよ。面白い。例えば同じシネココッカスっていう名前がついてる生き物が系統的に全然違うところで名前がついちゃってたりする。バクテリアの、はい、バクテリア難しいのってどれもこう単細胞の例えば環菌 の細長いのとかだと見た目の区別ってつかないんですよね。わかるわかる、面白い。うん、でそうすると初期 その分類では同じような名前でくくるんですけど、結局その DNA レベルでの解析が進むと実は全然違う種じゃないかとか、これとこれ実は似てるじゃないかとか、そういうのがすごく多くて、かなり今混乱を極めている状況のまま進んでるんですよね。だそこはコミュニティとしてちゃんとどっかで分類についてちゃんとしてないかんよねっていうのは、まあ、みんな共通に持ってる意識だと思うんですけど、なかなかそこ進んでないですね。まあでもその分類論って結構面白いじゃないですか。まあね、数学っていう学問って基本的に分類しかしてない分野なんで、まあ、僕ら数学めっちゃやったんで思うんですけど、その結局そのまさに人間が理解するっていうことのファーステップって分類から始まるんですよね、大体。はいはいはい。で、じゃあどういうことかっていうと、その分類するときに、その何のために分類するのかっていう目的論の方を考えると、割とその、あれですよね、その分野の発展の未来が見えてくるっていうか、その、うん、おっしゃってたように、なんか見た目とかで分類するっていうのは、どちらかといえば、その新しいものをたくさん見つけたときに、なんかこう、名前をつけて呼ばなければその研究が進まないということで、うんうん、とりあえず名前つけてみるとか始まるわけじゃないですか。で、その時にじゃあそのシアノバクテリアを何かに有効活用していこうってなった時に、
多分そのまさに DNA だとか、まあ、もっと言えばあれですかね、もしかしたらその、タンパク質だとか、もうちょっとその、ね、あのセントラルドグマの後ろの方で多分分離した方が、ね、利用しやすいっていうか、そのあのあじゃあこのバクテリアは共通してるっていう時にどういう意味で共通してるかというと、おそらくその似たような温度環境だとか似たようなそのあの二酸化炭素の環境で同じような酸素量を出せるみたいな、そういう観点で、まあ、似てるって言えるみたいな、だからそういう分類の方が多分工学的に使っていく意味ではなんか良かった、うん、そういうことですよね。そうですね、いろんな軸があるんで、それをね、どういう軸で分類していくかっていうのがだいぶ大事になってくるのはその通りだと思いますね。ああめっちゃ面白いですね。なんか逆にこの光応答の観点から分類するというのはどんな感じになるんですか？いやそれが光応答は本当ぐちゃぐちゃかもしれないですね。こう本当にあの DNA の系統的にすごい近いのに全然違う振る舞いをしたりとかで、ただこれは僕の持論というか正しいかわからないんですけど、なんとなく持ってる感触としてあの、うん、まあ、シアノバクテリアって結構水圏で生活してる生き物が多いんですけど、水ですか？その水ですね、水圏、はい、水なんですけど、海と要はその海水環境と淡水環境で多分光応答の戦略ってある違うんじゃないかなと思ってます。そうですね。あの海って深いじゃないですか、うん、で深さでニッチを形成するんですよ。で、かつそうすると海の中って環境がそこまで変動しないんですね。面白い。なので海のシアノバクテリアってそのゲノム情報から見ると光応答の光を感知するセンサーがあんまりないんですよ。つまりもうそこに適応してるから変化をあまり感じる必要がないんじゃないかなと思ってるんですね、うんうん、でそれに対して淡水とか陸のとかにいるやつっていうのは多分その、まあ、光の色が変わったりっていうよりはその競争相手が上にいるかとかどんな光合成生物が上にいるかとかそういうので常に変わりうるんだと思うんですね、状況が。まあ、なのでかなりその光を感知する分子の数が多いんですよ、ゲノムの中に、うんうん、それはかなりその統計的に優位に言えるぐらいにその差があるので、うん、なんかそういうその環境による戦略の違いっていうのは明確にありそうだなと思いますね、うん、なんかそのシアノバクテリアによってその光合成効率っていうかそのどれぐらいの効率性でその二酸化炭素を消化して酸素を出せるっていうのがこの数値ってだいぶ違ったりするんですか？ちょっと僕光合成そのもののことあんまり深い専門家じゃないんで、うん、あの正確には答えられないんですけど、ただそのあれですね、強い光に強いあの強光でも生える生き物と弱光じゃないとダメとか、うん、そういうのはいますね。で結構その同じまた海の話ですけどプロクロロコッカスってその海にすごいマジョリティでいるシアノバクテリアがいるんですけど、はい、あいつらはハイライトに適応している光合あの生き物とローライトその弱い光に適応しているのとでもう完全な住み分けがあって、でそのハイライトに耐えられるっていうのはやっぱり強い光でより光合成もできて、かつその強い光ってすごい障害を生むんですね、光合成って。なのでそれを障害を消去うまく消去するような遺伝子をたくさん持ってたりするんですよ。なんでなんですか、その強い光で障害が起きるってなんで、強い光だと結構そのあの酸化ストレスがすぐかかっちゃうんですよね、あの細胞内 でそれでその酸化ストレスを除去するような酵素群とか、あるいはそのハイライト光をあのそういうことエネルギーとして取り組んじゃうと結局それあのダメージを受けちゃうんで、そのハイライト光を熱に逃がすようなそういうその光から保護するシステムとかを発達してたりしてて、面白い。その辺は明確にその、ニッチによってその遺伝子の組成とか変わって戦略を変えてますね。へえ、いやめちゃめちゃ面白いですね。なんかありがとうございます。夢しかないですねその研究。本当そうだよね。いや面白いですよね、どう聞いてたらね、いくらでも聞きたいですよ。これは聞けるんだよね。ちょっと僕もこの辺でやめておきますけども、生活してますけども、あのずっとこういう話を聞いてたいっていうか、なんかこんな感じでね、あの理論物理学者の研究って始まりますもんね。あ、そうそうそう、 こういう雑談ぐらいのレベルでやってったよ ね。だからなんか生物とかってどうかわかんない、まあ、生物って実験しないといけないんで、そういう簡単に言うわけないんですけど、理論物理学者ってなんか問いの質だけで僕ら勝負できる人たちなんで、うん、さっきみたいなこういろんな分野の研究者とそういうなんか質問の議論をしてると、なんかそれって解けんじゃないかってなるんですよね。なんか
さっきの効率性の問題とか、まあ、例えばそのさっきの、なんかその原初生物が、その初期生命仮説、すげえ面白い考えだなと思って、で、僕だったらどう解くかなって考えたら、やっぱ確率論的にこういう変化が起こる確率が、なければならないって、多分その、あと試行錯誤の回数的に、多分何億回みたいなね、回数だろうって見定めたときに、じゃあ何億分の1、その、ね、何兆分の1だと多分起こらないから、何億分の1以下の確率論で、かつその何年間起こんなかったとかも分かるから、大体そのプロビリティのレンジを見定めて、でそのプロビリティのレンジに収まるような、そのプロセスっていうのが、どういうものがあり得るのかっていうのを多分、割とこう分類していけば、こういうプロセスで起こるべきっていうことが言えちゃうんじゃないかみたいなことを考えて、なんかそんな感じで、はい、理論物理学者ってなんか考えて、なんか解こうとするんですよ、とりあえず。解けないってのにみたいな。あともう一つ大事なのってさ、問題を解ける形にするっていう能力も高い。あ、そう。うん、なんか北川君のやってた時はもうその異様なる高さに驚いたのなんかそれこそ今でも忘れないのは最初に会ってなんか一緒に中華屋に行ったんだよね、うん、中華を食べに、まあ、行ったんだけどほんで それ以降僕がずっとなんか北川にこうご飯をおごり続けるっていう本当どうしたっけ、すいません、もうそんなことしました、思い出だけどね、すいません、返さないと、そうまあいいんだけどそれはけどさ、その時にさ、なんかこう、しかもさ、これは面白いよ、こんな風に解いてみたけどさとか来るんだけど、大体問題がなんか毎回変わってんだよね、ちょっとそう、解けるような形にどんどんブラッシュアップしていく能力がすごい高かったなっていうのは、なるほど、うん、なんか一緒になんかこう話をしてたりこうご飯行ったりこう議論したりしていく中でそういうのをずっと、ああこういうのってどうやって磨くんだろうとかずっと思ってた。面白いですね、それね。でも志賀さんなんか今教員してて、うん、なんかそういう生徒とかなんかこう見つけたりしてないですか、こいつすごいいいなとかなんかそういうのないですか。あけどなんかこう教員になるってことはそれなりにこうなんとかな学生の年齢より高くなっちゃって、はいはい、なんかどんどん年齢がこうなんだかんだ言って上になってきちゃったじゃない、うんうん、でそうするとさ、なんていうの、感覚が鈍ってるような感じがするんだよね。初期になんかこれすごい疑問とかなんかこれ不思議だとかっていう感覚がどんどんその感性落ちてる感じがしてて、でなんかこうまあ、さっきのその後付け力っていうのをさっき大事ってこう北川君言ってくれたけど、その後付け力がすごいこうカバーしてくれる領域が増えちゃって、うん、なんか初期に本当になんか他人になるようななんか面白いみたいなやつっていうのを見つけるとか発見する能力って なんとなくなんかこう感性が鈍ってるような感じがするんだよね、うん、でそういう時に学生さんっていうのはすごいこの感性が高いっていうか、うん、このなんか感性の塊でしかないからね。でさっきの乱数の研究ってちょっとだけ言うと、その僕がなぜ乱数っていうのに興味持ったかっていうのは、そのまあまあその慶応の、まあ、前職慶応なんですけど、その慶応の時にいた学生さんが物理は嫌ですって言われたの。ああ物理はなんで嫌いなのって言ったら、物理は不公平だから嫌いなんですと。だから乱数は公平性が一番高いから僕乱数の研究します。面白いじゃんこいつと思ってそれで一緒に研究したんだよね。そう、確かに物理はなんかあるうがった見方をしてるっていうのを確かにその時に結構こう強烈にその学生さんに教えてもらった感じがするね。うん、だから何をもって公平かとするかっていうのも後付けじゃんよ。わかるで、なんか物理法則とか言ってこう今こう1年生で力学ってのを教えてんだけどさ、うん、こう力学なんてさもう完全なる後付け力じゃん。まあそうね、うん、そう、大抵この領域で大体 OK とかさ、何千回何億回実験して大体 OK ですとかなってますとか説明するけど、うん、で確かにそういう風な実験もやらすけど、うん、けど実際にそこから本当はちょびっとほころびがあったりするよね。うん、でなんか
本当にそういうのをじゃあデータドリブンで、データドリブンというか データだけを渡さして、うん、でもう一回同じことを、同じ人間の思考体系をもう一回こう作ってきた思考体系が本当にもう一回できるのかっていうのは、なんか今こう やってる人とかやりたい人って結構いると思うんだけど、うんうん、そういうの AI とかでね。で そういう観点で見ると、なんかこうどういう後付けをするかっていうのは、まあ後のこの形の形成の仕方にすごく影響があるなってずっと思って、うん、でそれをなんかいい意味でも壊してくれるのは、やっぱ一番最初に学んだそのピュアな心っていうか、うん、なんかこう何ていうの、不思議だなとか言って、なんかよくわかんないなって言ってる人の方が大体なんかこういいんじゃないかなって最近思ってる。だそういうのに出会うことしかない、逆に、うん、面白いですね。なんかちょっと話変わっちゃうかもしれないけど、今のなんか志川さんの話聞いてて、なんか思ったのが、そのなんかそのまさにその物理やってて、やっぱ限界を感じるのが、まさにそのなんていうか、こういうその状況が、まあ物理ってどういう研究かというと、物があった時にこう光を当てたら、その光応答がどう返ってくるのかっていうのを、まあ、ひたすらこう計算するんですよ、僕ら。もうそれしかやってないですよ、人には。で、あのリスポンスファンクションっていう言葉で言うんですけど、線形応答ですね。で、やっぱり人間を理解するっていう風な学問が全く発達してないっていうことを、まあ、やっぱり僕は科学を勉強するとますます今深く感じていて、やっぱり生物っていうのがこの時代、まあ、物理屋としてやりながらこんなこと言うのなんですけども、やっぱりここから100年の一番面白い分野って、やっぱその人間科学っていうか、まあ、生物とか脳科学にあるところだろうなすげえ思ってて、でその一つのパラダイムチェンジとして感じてるのが、そのまさに何十回と、まあその再現可能性っていう言葉自体がその科学をすごい狭めてるなって僕は思っていて、まあ、当然再現可能でなければいけないんだけども、その今物理屋とかがその科学の人が理解する再現可能性ってあまりにも限定的で、っていうのも先ほど成川さんが言ったみたいに、その生物ってその強すぎてもダメ、弱すぎてもダメっていうところで変わってきてるじゃないですか。で生物の特徴って必ずそうなんですよね。で物理屋って大体線形応答のところで全てを理解しようとするんで、あんまりノンリニアなそういうノンリニアな動きって理解しないです、僕ら。でそこの一番大事なメカニズムは何かというと、結局フィードバックループじゃないですか。その強すぎたらこういうふうにするとか、弱すぎたらこういうふうにするっていうふうに裏側にフィードバックループが回ってるから、だから極めて非線形な応答をし始めるっていうのが、生物のすごい特徴で、まあ、それこそがすごい面白みがあるところなんで、いや再現可能性っていうのをそのステーティックなところのリスポンスだけで見るんじゃなくて、そのフィードバックループも含めた再現可能性、だからまあ、いやこの1枚のレイヤーだけではなかなか再現できないというか、ずれちゃうことが多いんだけども、そのフィードバックループがかかることによって、無理やりこのやっぱりエンジンちゃんと持っていこうっていう力が働くことで、再現、ざっくりと再現するんですよというのが生物じゃないですか。なんで、ちょっと成川さんに聞きたかったのは、そういうなんか、光の応答も、その線形応答を見るだけじゃなくて、やっぱりその裏にある、そのフィードバックループも含めた生物としてのなんかこう再現可能性っていうか、いや、なんとなくこういう環境に置いとけば、めっちゃ光合成しますよみたいな。なぜなら、この生物の他のメカニズムが割とこううまいこと他のやつを調節してくれて、例えば温度に関してはある程度バッファーできるとか、なんか二酸化炭素最初はある程度バッファーできるようにメカニズムを組んであるから、厳密に言うとその温度の領域と二酸化炭素の領域では、そのリスポンスはあんまり良くないんだけど、実際には生きられるみたいな、なんかそういうこう、そういうなんかメソドロジーとかってないのかな。どうですかね、そのすぐにいい返事ができるか分かんないんですけど、なんかあれですよね、その光がありゃあるほどいいとかではないとか、ね、強い光だとフィードバックかかるのは絶対あるし、そうですね、で、なんですかね、その中で、うん、まあ答えになってるかよく分かんないんですけど、よくその植物とか地球上で一番多いタンパク質って言われてるのが何かって知ってます？知らないですよね。なんすか？
ルビスコっていうタンパク質が地球上で一番多いって言われてるんですけど、はい、ルビスコって何か知ってます？知らないですよ。ナビスコの名前が似てるんだぐらいしか分かんない。ルビスコってそれこそあの二酸化炭素 CO2 を固定する酵素なんですよ。なので結構その炭素代謝の一番大事なところの酵素なんですけど、あれがなんで一番多いかっていうと、面白いんですが一番質が悪いんですよ、ね、うまくできてないんですね。あ、そういうことか。だから大量にないとダメなんだ。そうなんです。なんでダメかっていうと、面白いんですけど、酸素を間違って取り込んじゃうんですよ。はい、二酸化炭素取り込まなきゃいけないのに間違えて酸素取り込んじゃうんですよ。で、光合成生物って酸素発生するじゃないですか、はい、だからその酸素の量がめっちゃ多くなるわけですよ、細胞内で。だから間違って取り込んじゃって、それすごくロスなんですね、はい、で、普通の植物はまあそれでもなんとかやってるんですけど、よくC4 植物とかカム植物とかっていう生き物がいて、それは結構その特異なところで生きてるやつらなんですけど、そういうやつらどうしてるかっていうと、その酸素発生する光合成装置と、二酸化炭素を取り込むルビスコの、を分離させてるんですね、はい、この空間あるいは時間的に分離するんですよ。まあ、要するにどういうことかっていうと、C4 植物っていうのは場所を分けてて、はい、そのルビスコを作る場所、ルビスコが働く場所と光合成を発現 する場所の細胞を分けちゃうんですね。なるほど。そうすることで二酸化炭素をもうしか取り込まないように酸素をと分離しちゃうんですよ。なるほど。あるいはカム植物っていうのは夜にルビスコを働かせるんですね、はいはい、昼にその光合成で酸素を取り込んどいて、夜にルビスコが CO2 を固定するってことをするんですね、うん、っていう風に。で、あれ面白いのは、うん、ルビスコそのものを改善できなかったんですよ彼らは。面白い。普通に考えたら酸素を取り込まないように分子設計できないかなと思うんですけど、多分、ね、まあ、二酸化炭素がやっぱり大きいじゃないですか分子サイズ的に、はい、だから多分酸素だけを特異的にブロックするのは難しかったのかなって個人的には思ってるんですけど。面白い。で、あと面白いのは、なんでルビスコはわざわざ最初そうなっちゃったのかっていうのを考えると、おそらくなんですけど酸素発生よりも CO2 固定のが先だったからって考えられるんですよね。はい。世の中に当時酸素なかったんですよ、うん、酸素分子が O2 がなかったの で、うん、ルビスコ作るときには O2 取り込むっていうことを鑑みてない設計してたんですよ多分。そうですね、うん、生命としては、うん、でそれが後から来ちゃったもんだから、かつそのプロテクトする手段も結局から分子設計的にはうまくいかなかったんだと思うんですよ、うんうん、でそうやってなんとか場所分けたりとか、でシアノバクテリアも実は細胞内にカルボキシソームっていうなんか六角形のクワ系のやつを作ってて、そこにルビスコ発現させてみたいなね、場所を分けてってことやったりしてるんですよ。面白い。でそういう、まあそのまあ、それが非線形とどうつながるかわからないんですけど、まあ、そういうやり取りでその本来のルビスコの性能的にはうまくいかないようなことを、そういう処理をしているっていうのは生き物の、まあ、振る舞いの仕方なのかなと思いますね。めちゃくちゃ面白いですね。なんかそのなんかまたちょっと話ずれて申し訳ないですけど、その最近その大栗博さんの本読んでて、大栗さんってカブリ の研究所の所長やってて、まあ、東京大学の IPMU ってとこね。そう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 、超ひも理論の、まあ、超天才って言われる人で、まあ、理論物理学者の頂点みたいな人ですよ。で、彼の科学とは何かっていう説明の一つ面白かったのが、そのちょっと名前忘れちゃったな、その科学は実はその歴史的に追っていくと、2つの潮流があって、1つが、その今まさに成川さんが話してくれたような、そのストーリーテリングによってその科学を描写していこうっていう考え方、これはまあ生物学に非常に多くて、やっぱ解明されてない科学においては非常に多いやり方で、そういったそのストーリーを集めていくことによって、その一般的に成り立つことが何なのかっていうのを理解していこうっていう仕方と、もう一個がその物理学者が言うような、そのファーストプリンシプルから、原理原則をまあ見つけていこうっていう考え方、2つがあって、で、なんかその、
なんかこの50年とか100年ってやっぱ後者があまりにもうまくいったから、あまりにこうすごいすごい称賛されてきた時代が長かったんですよね。でそれがまあいわゆるその、まあ、iPhone 作ったりだとか、ね、半導体作ったりとかして、で最終的に人がやっぱ工学的にものを作るときには後者の方がやっぱり圧倒的に役に立ったからあったんですけども、なんか今残された本当に面白い課題って、今成田さんが話してくれたようなそのじゃルビスコとは何かみたいな、その3月で、まあ、こうストーリー、あまりにもその、なんだろう、まあ、そのクリスパーキャスナインとか、そのね、今回のね、ワクチン作るっていう話で、RNA とかの、こう、遺伝子改変みたいなのが、まあ、非常に出てきた世の中においても、じゃあどういうふうに実際にその RNA をいじったりとか、タンパク質いじったら、何がどう良くなるんだって、結構難しいじゃないですか、今でも。だから結局、その現象論的に、今、成田さんの話くれたような、じゃあこの生物の中ではこういうふうにできてるから、それちょっと真似してみようってやって、ね、ストーリーテリング的にこう学ぶしかないと思うんですよね、今の時代まだ。なんで結構そのバイオミミックみたいなのはね、ありますよね。やっぱそうですよね。で、なんかその、すごい特殊環境において、なんか実は生きている微生物を取ってきて、なんかノーベル賞もかなりそれで生まれてますよね、確かね。そうですね。そうですよね。なんか、やっぱりその道のりっていうのは、まだこの30年ぐらい続くんじゃないかなと僕は思うんですけど、なんかそういった研究の仕方も、やっぱ最近結構多いんですけど、やっぱり。結構多いと思いますね。バイオミミックは流行ってると思いますね。ちなみにさっきのルビスコだと、天然でそういうその酸素排除するの作れてないって話なんですけど、うん、まあ、実際にそれをその今のその研究者たちがエンジニアリングして、やっぱりその酸素耐性を上げようみたいな、酸素とのアフィニティを下げて二酸化炭素とのアフィニティを上げようみたいなことを取り組んでる人は結構何十年前からいるんですけど。そうなんだ。はい、はい、でもやっぱりね、劇的な向上ってないんですよね。うまくいかないんだ。はい、多少はもちろん良くなるんですけど、そのもうこれで解決みたいにはならなくてやっぱりそれってその分子進化っていうのがもう何十億年っていうレンジで行われた末でのルビスコなわけじゃないですか。ね、それでしかも戦略が場所変えるとか時間変えるとかっていう、そのなんかちょっと抜け道でやってるわけですよ。確かに。それってやっぱりその自然として、 あいつら無理だったんだ、やっぱ日本に人間の浅知恵って言うと失礼なんですけど、人間の考える知恵ではなかなかこうクリアしづらい、まあもちろんそれでもブレイクスルーはあっていいと思うんですけど、なかなかその普通の発想でやったらダメなのかもしれないなと思ったりはする。めちゃめちゃ面白いですね。いやでもさっきの時間、その空間分解能を上げることで新しい現象を生むっていうのは、まさに今僕ら今流行っているそのトポロジカル物質っていうものでよくやってるやり方で、今までその物質ってある一つの物質をバーンってあった時に、そのバルクの中で、まあ、伝導率がどうだとか、まあ、超伝導物質みたいな感じで電気を通さずになんとかなんとかみたいな、でその抵抗なしにして電気をどうするみたいな感じでできますって言ったのを、最近トポロジカル物質って2つの物質をバーンってぶつけて、その境界線ですげえ面白いことが起こるんじゃないかみたいな、そういう研究になってるんですよね。でなんか僕最近ちゃんと福永さん勉強してないんだけど、何タイムクリスタルって考え方もそういう考え方なんだっけ、その時間に対して、うん、まあそう、そう、その通り。そうだね。なんか、僕ちゃんと勉強してないんで、ちょっと僕の知り合いの研究なのにちゃんと勉強しなくて申し訳ないですけど、まさに時間分解能で、今度は、その物質の、その多分、の、その、時間的にその性質を変えるような物質を使って、時間を変えてやると、その時間軸のこの境界線において面白いことが起こるみたいな、なんかそういう考え方も最近出てきてる。なんか今みたいな時間分解能とその時間軸で分けて空間軸で分けて面白いことが起こるっていうのは、なんかすげえいろんなところに応用できそうな考え方だな。うん、けどなんか我々なんか物理の側がやってるのって、まあ、さっき北川君が説明してくれた A、B みたいな話で、だ A と B をなんかこうの間で面白い境界があって、その A と B を空間的にこうジョイントさせてあげると、A と B の境界で何か面白いことが起きますと。で時間的にも ABAB ってやると A と B の境界が何回もこう時間的にタイムステップ刻むと取れるので、まあそれを何かうまく解析しましょうっていうのが、まあ、さっき言ってくれたタイムクリスタルって考え方だと思うんですよね。で何かそういうのって何かこう非常にこう
我々にとってはまだなんか扱える範囲のものしかなんかやれてないなっていうのがなんか正直あるところで、でなんかもっとなんか本来自然が持ってる複雑性っていうかなんかこう豊かさみたいなものってこうまだまだ物理が到達できてないんじゃないかなって思うことの方が多いんだよね。そうだね。まあ脳とかも特にそうだよね。うん。そう。で境界だらけだした。だからさっきあの成川さんがその多細胞生物そんなに興味持てなかったっていうのはなんか複雑すぎるからって言ってたけど、まあ確かに複雑すぎるけど。なんていうのかな、そうでなきゃいけなかったなんか理由もあるんだろうなっていうのもあって、でなんかそのモデル生物の線虫の研究やり始めてから、うん、もう線虫が好きになりすぎて本当に、うん、なんか線虫愛をなんか語り始めるぐらいになってしまったんよね。聞きたいな、もう線虫って何聞きたい。そういう塩対応かい、またまあいいけど、あの例えばその細胞の数ってこう全部一緒なんだよね、線虫って。で細胞の分化が一番最初起こってから最後までのプロセスっていうのは全部分かっていて、でなんかそういう意味ではなんかこう 不変量があるわけですよ。こう物理ってなんかこう ある種さっきのトポロジカル物質なんかまさにそうですけど、こうなんか不変量っていうのをまあなんか見つけてあげると、それを手がかりになんかそのなんかトポロジカル量っていう、まあチャージ、まあ、正確にはトポロジカルチャージですけど、そういうなんか不変量があって、その不変量で見ると全然違う物質同士を組み合わせてるんだけど同じ現象が発現しますよと、っていうことはなんかよくあって、けどなんかその生物の中ってなんかなかなかそういうのないのかなってずっと思ったの。なんか普遍性ってなんかあんまないんじゃないかなっていうか、普遍的な変わらない数ってあんまないのかなと思ったら、いきなりその教科書の1ページ目に書いてあるわけよ、それが線虫の面白さみたいな。だからラベルが付けられるのね、全部細胞一個一個に全部名前が付けられて、でなんかまあ最初聞くとなんかもう暗号にしか聞こえないけど、そのほんで AIC とかさ、なんかそういうなんかこう全然こう違う分野の人が聞いたら違う風にしか答えないだろうなっていう、こうスリーレターコードがあって、でそれを見てると、あ生物でもそういうことができるんだっていうか、そういう生き物しかも昔からいるしみたいな、そういうところに結構興味を持って、なんか最近は調べてたりするけどね。でも物理屋だとさ、鹿野さん当然、ね、不変量があるってことはそこに対称性があるって考えるんだけど、なんか対称性とつながってんのそれ。いや対称性とつながってるって生物の人も思うっぽくてさ、もう鹿野さんはそれを見つけたんじゃないの。まだいやまだ見つけてないよね。まだ見つけられてたらもっといいけどさ。見つけられないんだよね。ほんでしかもなんかこう右利き左利きみたいなのが線虫にもあるんですよ実は。でその今はコネクトームって言われているそのまあその神経細胞302個あるんだけども、その302個のつながり方っていうのを電子顕微鏡のスライス写真をずっと解析した人がいて、でまあ最初はシドニー・ブレーナーっていう、まあこれこそアポトースって細胞のプログラム史っていうのを研究してノーベル賞を取った人が最初にそれを始めて、それが1980年ぐらいの話で、で最近まあハーバードのグループが同じことをもっと高精度にやりましたみたいな論文がちゃんと出て、でそうするともう本当に、まあ、左右が非対称であるっていうことが如実に出てんだよ逆に言うと。であと、もう一つ言うと性別による差っていうのもちゃんとあるっていうこともその論文言っていて、まあ線虫って雌雄同体種っていうオスメスが一緒っていう種か、そうオスかっていうこの二択なのね。でそれは尾っぽがあるかないかって、尾っぽに尾びれがあるかないかっていうのを判定すれば実はすぐ判定可能なんだけども、でそうするとまあその雌雄同体種と、オスだけオスっていうのが神経のそのコネクトームによってどう違うのかっていうのを、まあ、今やろうとしてる人たちが何人かいるっていうのが今の状況みたい。
ぜひちょっと鹿野さん、じゃあその、ね、細胞の数 の, その不変量に値するその対称性は何なのかっていうのそう、なんか背後になんかあったら面白いよね。ぜひ教えてください。いや、あの、成さん、あれなんですよ、なんか物理学の考え方って、不変量、まあ、多分エネルギーの保存速だとか、あのそういうのって、なんで不変な、あの変わらないんだっていう質問に対して、物理学が出した答えっていうのが、いや、時間っていうのは、時間の対称性っていうのがあって、トランスレーションを占めていくのがあって、まあ、あの今っていう時間と、2秒後っていう時間と、5秒後っていう時間は、その物理の感性からすると、まあ、何も変わらない時間であるべきだということと、さっきのエネルギーがその保存するということが、実は同値であるということをまあ示すんですね、僕ら。すべての、だからそういう、シメトリーですね、その対称性、まあ、右と左が同じであるということだとか、空間的なトランスレーションシメトリーだとか、まあ、そういうものがすべてその世の中に現れる不変量に、あの一体一体をしてるんだっていうのを考えていて、でそれがある意味その対称性が破れるということこそがそのいろんな面白い現象を引き起こすあの根源であるっていう考え方をするんですよ。で、まあ、それをやったのがまさにあの南部先生 の, あのノーベル賞の仕事だったんですけども、あのなんか そういうすごいなんか哲学的な発想から具体的なその物理的な量に落としていくということをよくやってるんで、あの、まあ、鹿野さんみたいな、さっきみたいな話を聞くと、瞬時に、なんかちょっとあってもいいんじゃないかみたいな、そういう発想するの、僕ら。そう。そうでした。しかもそういうの考えた人いないのかなって思うんだよね。やっぱ。で、なんかけど、考えてる人いるんだけどさ、なんかこう、現実っていうのはさ、なんかこう、悔しいかなさ、そうなってないんだよね。生物と物理は違うから、ね、生物と物理はだいぶ違うから、でしかもその多細胞生物だし、まあなんとかな、こうまあ一応目があってとか、そう口があって、まあ、胃みたいなのがあって、ちゃんとこう卵を温められるとこがあってとかさ、なんかこう全部まあミニマムな人間じゃないけどさ、なんと本当にななんだろう、ミニマムセットアップから備えてますみたいなやつなわけですよ。体長1センチなんだけどね。けどそんなやつですら我々がなんかこうちゃんと取り扱いができないんだっていうのがちょっと悔しいんだよね。うん、確かに。うん。志賀さん、じゃあそろそろですか。そろそろ質問をいっぱい受けたいと思ってずっとスライド開いてんだけど。だから質問は1件しかないのよ今。で皆さん、あの質問があったら、あのこの僕の今の後ろに書いてあるスライドって書いてあるところ の, あのハッシュタグ469082っていうところ入っていただくか、まああの YouTube チャンネルご覧の方はあのチャット機能のところに多分流れてると思いますし、下の方の概要欄にも書いてあるんで、それの直リンクを行ってみてくださいって感じですかね。まあまあ、でも鹿野さん、まあ、20人ぐらいしか見てないから、それはあの、そう、20人ぐらいしか見てないからね。確かに20人しか見てないね。いいね。いやまあでも全然、まああの我々は楽しんで何も問題ない。本当だよ。確かに。いやめちゃくちゃ面白いっすよね。ありがとうございます。だから一件あるの読む？あのね、サウナを科学するって何でしょうか。ちゃんと見てんじゃねえか。ちゃんと見てますよ。見てんじゃねえかよ。カスタマーオリエンテッドにこう。あのまあ何でしょうね。やっぱりサウナって気持ちいいよねっていう現象論から始まるんですよ多分ね。サウナすごくストレスがこうほぐされて気持ちいいよねっていう体感値がある人たちが。うん、なんで気持ちいいんだろうっていうのを考えるっていうのを、まあ、科学するっていうことなんでしょうね。それは物理的な観点でできるの？ちなみに。あ、物理的っていうか、その物理という学問体系としてってことですか？そう、とか、なんか物理のなんかある種の考え方、なんかさっき言ってくれたなんか普遍性を見つけるとか、なんか、いやいや、うん、いやまあでもこれはでも、うん、でもこれはもうあの物理というか科学者として疑問に思うってことでしょうね。あ、そういうことね。だ例えばそのいや成川さんにちょっと聞きたかったのも、その太陽の光を浴びると人って気持ちいいじゃないですか。
すごいこう気持ちがこうね、今とかめっちゃ天気良くて、ね、太陽とか浴びて外でこうやったらすごい開放感あるんですけど、なんでなのかなって思うと、結局太陽の光を浴びるとセラトニンかなんか出るんですよね、確か。あ、そうですね、なんか出ますよね。あとなんかビタミンもやっぱ作られたりするから。そうですね、ビタミン D ですね、うん、なんかあと、うん、あとやっぱあれですよね、その僕らもやっぱりそのサーカディアンリズム、外実時計を持ってるので、やっぱりそこは大きいのかなと。ただやっぱりね、今の時代ってこう夜もずっと明るいじゃないですか、はい、ああいうのってどれくらいこう僕らに影響を与えてるのかは興味あるんですけどね。あ、外実リズムって本来あるわけで、その昼夜があるから、まあ、うまくリセットできるわけですけど、そうですね、なんか夜に結構その中断されるわけですよね、光があるから、うん、あの辺どうなってんのかなっていう。いや、時計ってまた面白いんですよ、研究として。その生物時計って、うん、シアノバクテリアも実は生物時計持ってて、実はその他の生き物から見てもシアノバクテリアの生物時計って理解がだいぶ進んでる方なんですよね、はいはいはい、実は結構面白いんですけど、まあ、そういうのが結構、うん、いや、時間軸って確かに面白いですよ。その人間も生物もなんか数種類 の、 その体内クロックでできてるじゃないですか。その人生という、まあ、人間だったら100年とか、一番長いそのテロメアか分かんないですけど、そういうクロックから、まあ、一番その、まあ、中ぐらいのクロックであるその1日っていうものから、一番最初のクロックである多分 細胞の中のそういう、ね、あのセントラルドグマを回すそのクロックだとか、なんかまさに複数のタイムスケールをどういうふうに組み合わせて、ね、どういうバランスでできてるのかっていうのは本当に理解されてない領域の一つですよね。うん、時間って面白いですよね。やっぱり時間は面白いですね、確かに。ね、物理的に言っても時間と重力の関係性とかも含めてやっぱいびつだし、うん、生物で時間に対してどうやって、いや本当に馬鹿できないな。その体感的にもそれが馬鹿できないってことは分かるじゃないですか。その何ていうかな、その3分外を散歩するだけでご機嫌になるとか、なんか結構馬鹿できないですよ本当ね。確かにね。そう、物理っていうのもなんかそう、最初にこう時間と空間みたいなのをやるじゃん、うん、でなんかそのほんで、まあその概念を後で捨て去るっていうプロセスもあるけど、うん、そのまあ実は一緒で取り扱わなきゃいけないんですっていう、まあ、アインシュタインの一般相対性理論、流動的な観点だよね、うん、けどなんかそういうのって、けどその中でもある種の時間の特異性って多分ずっとあり続けるものがあって、うん、でまあ、単にこうアインシュタインが言ってることは、まあ、時間の進み方がそれぞれ の、まあ、その物質場によって全然違いますよと。だから本来まあこうやってオンライン上でこうやってつながってるけども、実はみんなそれぞれ時計の進み方がちょっとずつ違うんですと。それはまあ自然法則としてあっていいと言ってるわけで、僕その大栗先生とかに実は聞いてみたいのが、うん、僕実はちゃんと勉強しなくてよく分かってないんですけど、そのタイムリバーサルシメトリーってあるじゃないですか。あ、時間反転対称性ね、うん、嘘ばっかりじゃないですか。別に対称じゃないじゃないですか、僕ら言ってて。あれすいません、なんか僕自分で物理学者のくせになんか勉強しときながら、うん、あれを全く理解してないんですよ。何が言いたいのか分かってなくて、で逆にはそれがブレイクしてることに対する説明は物理学者どういうふうにしてるのか知らなくて。志川さん知ってます？いや、知ってるというか、なんかこう教える立場になってこう苦しいよね、いつも。やっぱ説明されてないんですか、あんまりちゃんと。なんか少なくとも初期の段階ではきちんとは説明してないと思うね、うん、よくわかんない、うん、多くの演習書とかにその時間反転対称的な記述っていうのが実はちょこ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 出てるのよ。出るでしょ。出る。でなんかですね、量子力学だったら、いやもう時間反転させたらコンプレックスナンバーをマイナスつけてみたいな、いやどういうことみたいな、なんで時間対称させたらマイナスつけんのみたいな、もう分かってないですよ実は。そうなんだ。けどまあいいよね、だからそういうのって、うん、けどなんかこう自然のを記述する数学みたいなものをある種
突き詰めていった一つの結果なんじゃないかなというふうには思うんだよね。まあそれに対して批判があるのも事実だし、そうなんだ、うん、なんて、ま、なんかこうあまりにも対称性をなんかこう数学的なその対称性の美みたいなものを突き詰めすぎて、うん、まあなんかそれで本当に自然っていうのは語れるんだろうかと、だからそれによる弊害っていうのはあるんじゃないかっていう指摘っていうのはまあまあ何人かっていうかまあ僕の知り合い周りっていうのはまあそういう人が結構多いけど、ちょっとまたそれは別途ちょっと別途多分話ししなきゃいけない、時間対称性破れに関してなんか僕理解してないんで誰か教えてくれる人を求めるだろう。いいね、なんか一個質問来てますね。うん、来てるよ。研究の社会における意義って何だと捉えていますかっていう質問です。いや、成川さん、あ、成川さん、そうだ、いや僕ですかね。いきなり成川さんだと。成川さんどうぞ。いや、僕よく言うのは僕まあいわゆる基礎研究屋さんだと思ってるんですね、自分が。まあ、もちろんその応用に近いところにもアプローチしたりはするんですけど、まあ、基本的なスタンスとした基礎研究 でよくそのツイッターとかでもネタに上がるんですけど、まあ、そのこの研究何の役に立つんですかとか、まあ、アウトリーチしてるとよく言われるわけですけど、僕そこで一番よくこう答えるのはその、まあ、基礎研究って結局まあ、知見を積み重ねるっていうことで、まあ、僕からするとよく言うのは教科書の一行を書き加える、あるいは書き換える作業に貢献してますよってことをよく言っていて、しかもそれが多くの人がその一行に直接に貢献してるんじゃなくて裏で貢献してるだけなんですよね。いろんなエビデンスのその階段一歩一歩登っていくどっかの一歩を多分10年かけて積み上げてるようなのが基礎研究で、で多分そのノーベル賞とかっていうのはその踊り場に上がる最後の一段を上がってる人とかが多分取ってることが僕は多いと思ってて、踊り場だったりとか、まあ、それこそ一番ゴールと言われる社会的なゴールと言われるところの一歩をそうやってノーベル賞を取ることが多いと思うんですけど、まあ、実際にはそこにはもう裏にいっぱいいろんな研究者がいて、そこの積み上げで成り立ってると思うんですよ。だから僕はまあ基礎研究ってまあ圧倒的に僕は社会に役立ってるというかそういう形で貢献してるとは思ってる。でただその上でそれにとどまらないで今自分がやってる研究が比較的短いタームでその世の中に役に立つとするとこういう観点がありますよっていうことも同時に説明しながらっていうことをしてますね。だからその意義としてはやっぱり僕は、まあ、その教科書の一行を書き足す書き換えるっていうことかなと。でそれが、まあ、長期的に見て何らかの実装にもなるし、やっぱり一番僕それが単純に直結するのは要は知的好奇心を満たすってことだと思うんですよ。その自分自身だけじゃなくて他の人の知的好奇心も満たすことに貢献してるんだと思うんですよね。まあ、それが基礎研究屋としての意義になるかなと思ってます。ありがとうございます。どう北川くん。ああ、いや、すごいいいと思いますね。北川さんに質問来てますね。そう、北川くんにも質問来てるよ。そう、民間企業かっこ財団で仕事をしたり、はい、仕事を作りを生み出す面白さ難しさなどあれば教えていただきたいですって来てるよ、うん、でそういうのとさっきの研究する社会的意義っていうのはなんか噛んでそうだよね。うん、どうですか。そうですよね。いやでもなんかこうなんですかね、まあでもなんかその、うん、構造的に物事を理解したいと思う人なんで、その興味ありましたよね。単純にその研究者としてやってる頃から、そのいやそのいや世の中 その80億人みたいな人類のことを考えると大半の人が、まあ、なんだかんだ言ってその飯食ったり服着たり家住んだりっていうそのいうことをまあ一生懸命こう支えるために仕事してくれてるわけじゃないですか。でやってると
どっちかというと研究者っていうのはすげえレアな存在完全にこう、ね、例外的な存在だと思うんですけど、なんかそのなんでその、まあ、非常にやっぱそういう、じゃあ世の中の分かんないですけど1000万人2000万人ぐらいがその研究職に携わってて、残りの79億8000万人ぐらいがそのそういう仕事をしてる、ならばそういう仕事の価値の見方とかって、まあ、どうなんだろうっていうのを思って、まあ僕はなんか興味持っちゃってその民間の方に移ったんですけど、なんかまあどっちに、まあ、研究職にしろこの民間の仕事にしろ、まあ、面白いことしかないですよね。だからその多分今ってなんかいろんな分類の仕方あると思うんですよ。その価値の見方の分類っていうのを結構僕よく考えるんですけど、そのまさに、まあ、民間と言われる民間っていうのはどういうことかっていうと、今の資本主義の世界だと多分その、まあ、資本主義的なその会社形態っていうんですかね、多分その人からお金を預かってそれを投資し、そこから価値を生むっていう、まあ、リスクを取って価値を生んでいくっていう、まあ、資本主義形態におけるその会社というあの企業形態と、もう一個がまあガバメント系ですよね、まあ、政府っていう、まあ、国という単位がまあ未だに成り立つのか分かんないですけども、っていうものを元にした、まあ、今で言えばワクチンを配ったりとかその、ね、注射を打ったりとか、まあ、そういったそのまあ、公益的なものを守っていこうっていう仕事の仕方の人たちで、そのうちの一部に今は多分研究職っていうかその大学っていうのは位置づけられてるのかな、おそらく。でまあまあもちろん一部その民間 の大学っていうのもあるんで民間側に入るところもあると思うんですけども、まあそのブリッジぐらいのところに大学とか研究職っていうのがあって政府機関っていうのがあって、で今多分もう一個すげえ、あ、そうか。だからもう一個が学校か。ごめんなさい。だからもう一個が学校なんですね。教育機関っていうのが、実は政府とか民間とは別の存在として、第三者的に存在するっていうのを僕はなんか、ある人から教えてもらって、で、その大学とか、まあ、財団っていうのが多分この第三者プレイヤーになるんだと思うんですよね。で、それはどういう意味で第三者かというと、多分その、なんですかね、だから政府的な立場でもなく民間的な立場でもなく、多分次の世代を育てよう、まあ、だから1世代先なのか10世代先なのか、まあ、9世代先のことを運送って言って、ひ孫やしゃ孫っていうのをどんどんやっていくと、その9世代先の、 あの孫のことを運送って言うらしいんですけど、運送まで育てるっていう、次の世代を育てるっていう仕事が実は第三者機関として今存在していてやってるんだという考え方がある、まあ、つまり政府というものは本来的にはその将来世代を生むためのものなんだけど、民主主義における政府機関っていうのはあくまで民主的なものなんで、その国民みんながこう応援したくなることしかやらないと。でそれが次の世代を生むかどうかっていうのは実はあんま関係ないんですよね、まあ、特にその高齢者が増えてしまった民主主義においては、その高齢者の方々が次の世代を大切にしよう、まあ、自分優先じゃなくてっていうふうに考えない限りにおいて、政府というのは高齢者のために、ね、仕事をするんであって、実際のために仕事をするわけではないっていうことはあるので、多分その民主主義っていう代表である政府と資本主義の代表である民間と、あとまあそうでない存在としての多分今大学とか教育機関っていう風に、ね、財団とかっていう風になってるんですね。なんで、まあ、それぞれのその価値の見方とかその仕事の仕方とかその面白さっていうのが多分それぞれすげえ面白いものがいろいろあって、基本全部やりたいタイプする僕とか、ね、そうだよね、北川って全部やりたいタイプだよねけどそういうのでさ難しいっていうとこある？難しいってあんまないですね。どちらかというとそのオプチュニティっていう捉え方ですね、僕は。その、世の中のこと、大体のことは難しいから、多分、大前提難しいから出発して、じゃあ、民主主義を利用したら何ができるようになるかとか、資本主義を利用したら何ができるようになるかとか、まあ、そういう財団とかいうのを利用したら何ができるようになるかっていう、なんか、僕はなんかアップサイドしか基本的には物事見ないんで、そもそもが難しいことめっちゃやってて、なんで、なんでできないのかって考えるよりも、なんでできるようになるのかっていう考え方をすることが多いですかね。
まあそうだね。だって異常じゃないですか、そのなんか1000人とか、うん、僕今だって1000人弱のメンバーと一緒にやらせてもらってるんですけど、一人の人間がその1000人弱の人を集めてってなんか異常でしかないじゃないですか。その普通3人ぐらいですね、集めるとしても。考えるとやっぱその異常なことができるようになってるってことがなぜ可能になってるか。だからまあ、ね、別の見方をすれば当然その1000人まとめ上げたときに、まあ、いろんな問題が起きるわけですけども、なんかすげえ問題ばっか大きいんだみたいな。で、なんかすげえ大変だなみたいな感じに思ったんですけど、まあ、逆の視点ですよね。それは大変貴重になるな、確かに。けどそろそろあの回を締めてってもよろしいでしょうか。だからもうあの90分フルに喋り倒すというなんかあの当初計画してたこととは全然違うような発想になりましたけど、まあこれもまあこういう回なんで、まあ多めに見ていただければなと思うんですけど、とりあえずなんか最後に一言ずつみんな言って終わりますかね。でまずじゃあ北川を最後に置いといて、あの成川さんからお願いします。はい、いやね、その結構その分野も違うし今いる地平も違う人なんで、まあどうなるかなと思ったんですけど、すごい楽しくね、考え方とかやっぱ近いとこあるなと思って、なんかすごい楽しめました。あの聞いてる人たちも同じように楽しんでくれたら幸いですね。本当そうですね。まあ、まあ次は僕かな。じゃああのまあなんかこういうのを思いつきで、実はあの1週間前かな、多分1週間ちょっと前にまあこう思いついてやってみようと、でやってみようって思った瞬間にすぐに頭に浮かんだのが北川くんで、でなんか北川くんに OK もらえなかったらまあとりあえずこの計画がなしにしようって思ったんやね。ほんでそしたらなんかこうなんかとりあえずなんかこう一枚書きみたいな書いて、でとりあえず送ってみた。そしたら鹿野さん面白いじゃんってこう返事が返ってきたんです。でそのなんかこうなんていうのかな、その尋常じゃない判断スピード判断力のこうスピード力の高さがなんかこう今でもこう磨き続けられてるなっていうのをなんかこう再実感したそんな回でした。ほんでまあけど本日ありがとうございます。いや良かったですね、ありがとうございます。はい、いや、成子さんありがとうございました。なんかありがとうございました。めちゃくちゃもう想像以上に面白かったんで、また続きちょっといろいろ光と幻覚生物について教えてもらいたいなと。そうですね、またねいろいろ交流できるといいなと思います。はい、多分家全員ご近所なんで。あ、そうなんだ。ああ、そっか。ここ成川さんとも僕がご近所だし、北川さんもね、そう、好きな。みんなこの辺なんですね。みんなこの辺。はい。じゃあぜひ。ぜひよろしくお願いします。はい。ね、はい、で、はい。はい。鹿野さんも、非常に、いや、でもこういうのはやっぱ、まあ、もともとは多分学生のためにっていう思いでやられたと思うんですけど、まあ、やっぱ非常に、まあ、やっぱ鹿野さんってこう、あれですよね。なんかこう、すごい純粋で、なんかこう、動かれる方だから、やっぱそういうのは本当にいいですよね。なんか教育者としては向いてますよね、鹿野さんやっぱね。そう。いや、人がいいから、基本そんなに、なんていうかな、まあ、なんかね、あんまりこう、利益とか考えずにこう、いろいろやってくださる方だから、非常にやっぱり、言い出しっぺになってくれるから、我々もこうやって集まれる。まあ、見てる人数は多少少なかったとしてもですね、まあ、聞いてる人たちに何かしらのためになってくれたらなと思いますね。まあ、先ほどもなんかエギさんが入ってますね、これね、うちのね。そうよ、エギが入ってるよ。お世話になってるうちの天才エギさんが入ってらっしゃいます、ね。あ、エギさん元気ですか。楽しかったですね。うちの研究所なので天才さんがやってますので、まあ、何かしらこんな感じで楽しめたらなと思います。ありがとうございました、鹿野さん。はい、ありがとうございました。ということで、成川さんは明日の、2コマ目ですね。だから明日の10時分から、はい、またお願いしてますんで、そっちは多分何の話をするかっていうのはツイッターでアンケートを取って、なんか
異常尋常じゃない数のあのなんか投票数が集まって、いやまあそれで多分なんか話をしてくれるのかなと思って、はい、またよろしくお願いしますということで、あと北川くんも本当にありがとうございます、こんな朝早くからということで、あの1時間目とりあえずあの終了したいと思いますんで、どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。